はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。本日はですね、映画のフレンズとともに自主制作映画のロケで使わせてもらった夜空のジンギスカン、鈴木の交差点前へ行ってきます。監督は豊水鈴木の駅から徒歩で歩きましたが、鈴木の駅2番出口から徒歩20秒というめちゃくちゃ近い距離にあります。映画撮影時は時間がなくて食べれませんでしたが、今回は食べれるというわけでウキウキドキドキでございます。鈴木のの行ってくれ。あ、ちょっとオフなんですけど、どんどんでもらっていいですか。撮ってください。こんにちはです。よろしくお願いします。お願いします。あ、いい亀してる。これ何でしょう。夕張メロンソーダです。これはね、はい、おー、来た。ちょっと溶けたがるの。メロンソーダね。これ男子なのかな、女子なのかな。牛え、油ね。本当焼肉やん。これ何ですか。これはゆだりかけです。35チャイジなのでゆだりかけです。こちらでは野菜にもこだわり、長沼町の契約農家をはじめ安全で美味しい素材が使われております。こうした方がいいっすよ。シャッキシャッキのキュウリといい辛さのキムチ。見た目が見たことない肉なんだ。いや、すごい、めっちゃ、やばい。これもめっちゃ多い。ね、残りのなんか、ね、そこに入れられると思ってないかも。はい、牛肉、特別に用意してもらった牛肉の白いよ。いただきます。どうでしょう。美味しい。うまい湯ですか。いただきました。いただきます肉、肉、語彙力がなくなる。肉だ。これ何？ダメチョップ？ダメチョップ。ダメチョップ。いただきます。どうですか？ジューシー。あと柔らかい。こんな感じです。これはうまい。あ、うまいわ。うまい。だけね。2005年創業、札幌杉野で5店舗展開している生ラムジンギスカンの専門店、夜空のジンギスカン。ちなみに夜空のジンギスカンの名前の由来は、店内は全面ガラスになっており、夜景を楽しみながらジンギスカンを楽しめるということから名付けられているそうです。ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。監督ラボの監督でした。よそじん最高。